関門都市圏。関門都市圏は、福岡県北九州市と山口県下関市を中心として、関門海峡の南北に広がる都市圏。関門大都市圏ともいう。東都市圏以下、当地は、歴史的に両政国、軍、藩が、いずれも三つにまたがり、現行の県でも二つにまたがる。直近の推計人口では、下関市が山口県の100。 ラウンド1%を占め、北九州市が福岡県の100、ラウンド1%を占めており、両県をののにおける人口集積地でもある。当地は一つの中心都市、プライメートシティ、あるいは中心都市と外交、景品、阪神、札村、千円他といった高度経済成長期までの都市圏類型とも異なる発展をしてきた。すなわち、江戸時代に、 下関海峡、現、関門海峡に面する赤間関、下関では、海港が、北前船等の発展により、関所、塩町の港、倉庫街として都市化し、また、小倉半小倉城下町も発展した。1889年、明治22年の海港、文字港海港後は、文字が、日清戦争後の1901年。 明治34年の八幡製鉄所の航路の火入れからは、八幡が昭和初期に小倉陸軍造兵将が大きく拡張すると再び、小倉が北九州市成立後は小倉北区がといったように人口を吸引する中心地区が様々に変遷してきた。九州では戦前多数の炭鉱都市が人口を吸引して発展し、石炭の流通を担う鉄道、 港湾を含めて都市圏を形成したが、当地は他を圧倒する100万人都市圏を形成し、工業、流通、商業等が集まった関門六市と呼ばれた。しかし、戦中の空襲で人口が激減した。戦後の高度経済成長期になると、四大工業地帯の一つ、北九州工業地帯として、日本経済を支える都市圏になり人口増加が続いた。 鉄道の時代に本州と九州とをつなぐ当地は、企業の支店の集積地、支店経済都市となり、第三次産業の従事者数は、現、北九州市の範囲に限っても福岡市や広島市を超えていたが、1960年代から輸送の中心がトラックや航空に移るにつれて人口は流出局面に転じた。戦前からの大都市圏としての歴史が残るため、 当時の大規模施設等が映画のロケ地として注目されたり、多くの町工場を要する裾野が広い工業基盤を背景に環境技術などの新規分野に進出するなど新たな付加価値を作り出している。一方で、自称、樹影の乱、源平合戦の段の裏の戦い、宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘が行われたとされる岩流島。 長州藩と欧米列強を4カ国が戦った下関戦争、日清戦争を終結させた下関条約、下関の春間牢で開催といった全国的に知られる歴史の舞台であり、また、下関市のフグや北九州市のバナナの叩き売り、競輪、パンチパーマ、小うどん、行動場のアーケードなど、当地で育まれた文化や、 統治発祥のいくつかがルーフして全国に響きを与えてきた。なお統治では、両県から独立した自治体を目指す関門特別市構想がある。民間経済団体が定義する関門都市圏、及び2000年代前半に国土交通省が都市再生ビジョンの策定に用いるデータとして、作成した2000年、平成12年国勢調査基準の定義。 北九州市、下市都市圏について、以下に示す。関門連携委員会、地方経済団体の九州経済連合会と、中国経済連合会による合同委員会の会員企業を中心に構成する、下関北九州道路建設促進協議会、旧関門海峡道路建設促進協議会では、下関北九州道路、 関門海峡道路の新設構想の調査において関門都市圏を定義している。2005年平成17年6月の調査関門海峡道路による関門都市圏の交通ネットワークと将来像の発表以降は同年2月に下関市と豊浦郡4町の新設合併によって発足した新生下関市及び北九州市の西をもって 関門都市圏としている。なお、参考として、この定義に相当する範囲において、国勢調査人口が最大だった1980年、昭和55年の値も付記する。推計人口の統計年月日は、山口県が、福岡県が、1998年、平成10年の調査、2005年関門海峡道路の実現を目指しての発表から2005年、 平成17年までは関門都市圏の範囲を山口県側、下関側12市町村、福岡県側、北九州側32市町村としていた。この定義では、宇部市、下関市、北九州市の3市が中心市となっていた。なお、参考として、この定義に相当する範囲において、国勢調査人口が最大脱1985年、昭和60年のあたり、 および、直近の推計人口も付記する。推計人口の統計年月比は、山口県が、福岡県が、国土交通省が用いた5%から500人都市圏は、2000年、平成12年国勢調査時点において、各都市への通勤、通学者在住通勤通学者が5%を上回る、または、各都市への通勤、通学者が500以上である。 市町村を一つの都市圏とする見方であり、北九州市及び下関市の西を各都市とした北九州市、下関市都市圏が認められた。この都市圏の名称は関門都市圏ではないが、関門都市圏の定義の一つとして、しばしば用いられた。同都市圏に含まれた自治体は以下の通り、下関市と北九州市は関門地域の活性化と、 さらなる発展を目指して、関門地域行政連絡会議を設置している。両市はこれまでも、関門連携のために、関門海峡ロープウェイや文字港レトロ開発、下関市立下関水族館、海峡館、唐と市場等の施設整備にあたり、重複投資を避けるなど補償を揃えてきたが、同州性の話もあり、新たな枠組みを議論する時期に来ている、末吉京前、北九州市長、 2006年、平成18年、中国経済連合会と九州経済連合会は、関門地域の連携を深めるため、関門連携委員会を設置した。委員長には、山口銀行頭取の福田光一が就任。北九州市、下関市、宇部市の企業、事業者の代表者28人で、委員会を構成する。2001年、平成13年、教育。 研究の両分野での交流、連携を目指して、関門地域、キャンパスネットワークが組織され、下関市、北九州市、神田町に実地する24の大学、短大、大学院含む高等専門学校、小庁大学校が参加した。この組織は、ウェブサイトや広報パンフレットを作成したものの、2007年、平成19年時点になっても、 実質的な活動には至らなかった。その後、ウェブサイトも閉鎖。2008年、平成20年、大学コンソーシアム関門が設立された。北九州市立大学、北九州市、九州共立大学、北九州市、九州国際大学、北九州市、西日本工業大学、神田町、下関市立大学、下関市、賠坑学院大学、 下関市の6大学が参加し、翌年度から参加各大学において、関門学を開校し、単位互換、共同授業、学生交流授業、関門サミット等を実施している。合唱においては、北九州、下関大学合唱連盟が設置され、これに加盟している、両地域の大学の合唱サークルが合同で、活動している。当地における、は、 1889年、明治22年の山口県赤間が関市、1902年、明治35年に、下関市に、改称を皮切りにして、35年後の1924年、大正13年の福岡県戸端市で六市に及んだ。それから1963年、昭和38年に、福岡県内五市による合併で、 北九州市が誕生するまでの約40年間、関門海峡周辺に六市が集中立地していた。いつからかは不明だが、それらをまとめて関門六市と呼ぶ慣例があった。1943年、昭和18年10月の企画院の自動車国道、計画でも関門六市と記されており、少なくとも戦中までには当地のみならず中央でも使用されていた用語であったと、 考えられる。なお、六市が揃う、以前の五市や四市などの段階で統治をまとめていう、言い方があったのかは不明。関門六市の国勢調査人口の推移を見ると、日清戦争後の1九百一年、明治三十四年の、関営や多生鉄所の創業開始に伴って、人口増を見た八和田市を筆頭に、文字市及び下関市が続いていたが、小倉市も人口が急増し、 1933年、昭和8年の小倉陸軍造兵賞開設後に、関門六市の中で3位の人口になった。第二次世界大戦末期には、八枚空襲、小倉空襲、下関空襲等により焼け野原となった当地の人口は減少したが、戦後には回復傾向を見せ、八幡市、小倉市、下関市に人口が集中した。なお、現状では、 旧小倉市に人口が集中している、推計人口の統計年月比は、山口県が、福岡県が。ちなみに、定義の中で、これまで含まれた例がある市の市政施行は、1921年、大正10年11月1日の宇部市、1929年、昭和4年4月20日の中津市、1931年、昭和6年1月1日の直方市、 1932年、昭和7年1月20日の飯塚市、1940年、昭和15年11月3日の小野田市、1943年、昭和18年11月3日の田川市がある。これらが関門都市圏の範囲に含まれると見られるようになった文献的書室については不明。関門地域は県の枠組みと都市圏、経済圏の枠組みが大きく異なり、 地域の統合は、明治の頃から繰り返し議論されてきた。2007年12月18日、関門地域の未来を考える研究会が、北九州下地区で開催された。出席者は、北九州、下関漁師の関係者であり、北九州側からは、北九州市長、北九州商工会議所会頭、都と代表取締役会長、北九州市立大学学長、 新日本製鉄や渡製鉄所所長、九州経済連合会にいる14人の副会長のうちの一人、下関側からは、下関市長、下関商工会議所会頭、山口銀行頭取、中国経済連合会にいる16人の副会長のうちの一人、下関市立大学学長。これは、将来の同州性を見据えて、北九州、 下関領主が一つになって関門特別市となることを視野に入れたものである。関門特別市は同州とほぼ同様の権限を持つ自治体であり、中国、九州などの同州には所属しない。会は非公開で行われ、年2から3回開催しながら2009年度中に報告書をまとめることになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。